私は生き延びようとしてきただけだ。お前はその度にどれだけ命を奪ってきた。皆生き延びようとしているだけだ。英雄などいない。マサイアス、卑弥呼は危険なの。復讐の怒りに燃えてる。とてつもない力を持ってる。犠牲は人間ただ一人、たったそれだけで自由になれるのだ。気をつけて、奴らがそっちに向かってる。できるだけ足止めはしたんだけど。ありがとう。船に戻って。もし私が戻らなかったら。バカなこと言わないで、待ってるから。Thank you.
して我は器を手に入れた。この器に御霊を注ぎ帰還せよ。御霊を注ぎ再生せよ。今こそ目覚めよ。
助けに来たよ。もう終わったの。ありがとう。信じてた。約束したでしょ。さあ帰ろう。あいつ、うん、サムは大丈夫だから、うん、何があった？終わったの。帰りましょう。よし、出発するよ。何も見えてなかった。未熟だった。ずっと父を恨んで世間と同じように疑ってた。でも父さんは正しかった。本人にそう伝えられたらよかったのに。世界に散らばるたくさんの謎をおとぎ話として片付けてきたけど、神話と現実の境界線は曖昧だった。答えを探そう。謎を解くために。何かいるかい？大丈夫。島で何があったか知らんが、その怪我とあんたの目つきを見たら知りたいとも思わん。まあいい、すぐ帰れる。私は帰らない。